していいですか。はい、どうもありがとうございます。はい、お気をつけていってらっしゃい。はい、ということでですね、こちら編集のミッキーでございます。ということでですね、この動画冒頭でわかると思いますが、ミッキーがお泊まりディズニーした動画でございます。はい、この動画オープニング挨拶ありませんとりあえずね、自分が楽しむこと優先にしてて、最初の方とか喋んないと思うんですけども、お付き合いください、よろしくお願いします。ということでですね、まず、こちらの動画ですね、10月の頭の方にお泊りディズニー、東京ディズニーランドに泊まった、お泊りディズニーしたよっていう動画なんですけども、まずね、朝一でディズニー着いて、とりあえずね、フロントに荷物などを預けるために一度ホテルの中に入ってね、ロビーをちょっと軽く映してると思うんですけども、そちらでございます。で、これからですね、またディズニーの方に戻り、ここからまあアトラクション乗ったりとか、パレードをね、こう見たりとかね、します。はい、ということでね、皆さんもぜひ、ミッキーと一緒にお泊まりディズニー行ったような感覚、夢のようなひとときをね、錯覚に陥ればいいかなという動画でございます。ということで、では最後までお付き合いよろしくお願いします。では本編どうぞ。ボサボサだな、ミッキー、ミッキー、ミッキー、今日ね、ガラガラ平日。カリブ一発目だ。とりあえずカリブの方がコスプレ可愛いな、みんな。コラボ飛んでみたいという方、そんな方にはこぼれ降りてワニと一緒に授業を受けていただきます。迫力すげえよ。Ladies and gentlemen, 15 minutes along the parade route. We will prop Halloween poppin' live beginning in 15 minutes. Thank you.
けない。はい、ということでランドホテルの中に入ってきたよ。ここで、ここカードね、これ、はい、私の名前です。ではいきます。オープン。はい、見て、わかるこれ、はい、美女と野獣の部屋ですね、これね。やばくない？バラよバラ、こう本よ、でルミエルいるからね、やばいよね。こんな感じ、こんな感じ。うわ見て、これ隠れミッキーよ。隠れてんのかわかんないけどミッキーよこれね。こうもう本、もう壁紙がそういうイラストですね。もう順番に行くけど、とりあえずここだよね。ここ開けまーす。でけえな。うおやべえ、やばくないこれ。いや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 、ここが洗面所。この壁紙ちょっとね、これがやばいよね。これあのね、あの美女と野獣は知ってる人の方が多いと思うんだけども、やばいねこれ。じゃあちょっとここ開けまーす。オープン。あ、電気。ほい。おっと、マジか。こうバラだしね。お風呂場でございます。うわー、この、やばいな。ちょっとはい、こう閉めます。このなんかドアの感じもやばいね。じゃあこっち。こっちトイレかな？はい、行きます。よいしょ。おわー、うわ。いやね、ちょっとトイレがこの壁紙って、こんなんトイレしながらでももう楽しいわ。正直トイレだけでいいわ、これ。でございます。じゃあ、ここはこんな感じかな。で、ここは、うわ、自動ライト。自動ライトです。うわ、やべえ。うわ、うわ、うわ、うわ。何これ。え、これ何これ。これ何これ。これもらっていいってことだよね、これ多分。はい、これクローゼットですね。てかさ、今気づいたけど、これ、ここ、絨毯。こう靴でちょっとやるのもなんか嫌だけど、バラよ？うわ、もう細かいんだよ。ほんとにさ、ここもだしね。細かい。なんかほんと一つ一つが。この椅子とかもさ、ほらあれだよ、美女と野獣のさ、あの何？ね、魔法でちょ変えられちゃったペットのなんつーの、あれだよ。もうまんまよ。ここに鏡が一個ありまして、ちょっとね、汗かいてね、ちょっと。普通に今、さっきまでディズニーでこう遊んでたというかね、感じだったから、汗かいてて、あとちょっとすぐお風呂入ろうと思うんですけども。で、はい、ここ。ここが、なんか、あれかな？こう、なんかお茶とか入れられるやつで。これ、やばくない？ここの戸棚には、こ、うわ、なんだこれ、お酒ですね。お酒が入っていて、まあ、多分別料金なんだろうね。で、ここの中ね、ちょっとさっき開けたんですけど、これね、ちょっとここ、下のコンビニがあるんですよ、ディズニーランドのホテルの中って。コンビニで限定というかね、まあ、そこでしか売ってない。これはなんだろうな。ウィンダーゼリーみたいなね。のとか、うちの妹が31のアイスクリーム買ったりとかしてたんだけど、このコーラはね、別料金なんだって。このビールもね、まだ飲めないけど、あと、水もかな？これ、これ、これ買ったってやつね。はい。はい、ここ今やったのが玄関です。玄関っていうか、まあね、入ってきてすぐ。で、次。はい、ここからが、まあ、なんだろうな。ベッドがあってのものでございます。やばいな。はい、じゃあまずこっちから行こうか。壁紙やべ。あ、これさっきあれだ。お風呂場から、中から見えたやつだね。これバラのやつで。ライトあって、これソファーが、でかいし。これテレビでございます。これね、ディズニーチャンネルが見放題らしいですよ。で、これよ。やばくない？これ。ちょっと光に反射してて。ああ、いけるいける。これやばいよね。で、ここに、なんかいろいろとありまして、鏡があって、椅子ありますね。で、ベッドでございます。あ、今よく見たら、これベッドあれじゃん。これベルじゃん。ベルのシルエットだね。これあれだよ。バラだよ。うわ、すげえ！マジですごい。で、ここもバラだしね。この上のとこも。やばいよね。はい、ということで、ちょっとソファーとか座っちゃったりして。ちょっと座っちゃったりして。いきます！まだね、一回も座ってないの。
はい。おほほほほ。はい、ということで、明日もランドです。はい。で、これから、私はちょっと汗かいて、ちょっと、嫌なので、着替えたいのもあるし、結構こう、まあ、ね、ありがたいことに、まあ、平日なんですけど、平日の今日火曜日なんですけど、まあ、ちらほら学生の方とかいたりとかして、まあ、結構声かけていただいて、まあ、結構こう服がもうバレてるというか、こんな髪型だしね、それも嫌だし、ちょっとね、着替えて。まだまだ夜はね、まだ長いですから、ギリギリまで入れられるから、ワンス見たいし、ワンス11月6日で終わっちゃうしさ、また改めてね、あっちでね、買い物もしたいからっていうので、いやー、とりあえず、やばいな。お風呂入ろう。やーば。やばいエレベーター。怖いわ逆になんかもう。メリーゴーランドいいわ。お前これ動画使うから。優雅だね。危ない。いやもう昔の癖でベルトするもんだと思ったらできないんだけど、当たり前だよ。はい、ということでですね、あれ二日目はって思われる方多いと思うんですけども、なんとですね、二日目全然動画撮っておりませんでした、この人。唯一一本何撮ったかっていうと、ハピネスイズヒアの動画でございます。ただこうバーンタラッテっていうのをひたすら撮ってる、ただの D ボタですね。はい、ってだけなんですよ。だからもう二日目は動画にならないので、軽くね、ちょっとお話ししたいと思うんですけども、ラブライブなのかミッキーなのかどっちなんだよってなると思うんですけども、どっちあってのミッキーです。ありがとうございます。8時過ぎぐらいに起きて、本当はね、泊まった人限定なのかな？なんか、開演の15分前に入れて、ファストパス取れることができるんだよ、確か。っていうのでもう、速攻できるんですけども、普通に開演したぐらいに起きてですね、だから8時過ぎぐらいかな？起きて、ゆっくりしてたんですけども、やっぱちょっとさ、もう行きたいじゃん。っていうのでね、人生で初、スプラッシュマウンテンに乗りました。それもね、うちのお母さんもマミーも、やだということで、なんと、初スプラッシュマウンテンを一人で乗りました。
寂しかった。でもね、もうこの際乗っちゃおうということでね、一人でドキドキしながらね、乗って、まあ、乗った時の写真がこちらなんですけども、本当にね、怖かったけど楽しかったです、めっちゃ。個人的には、何、締めくくりの一番もう落ちるとかあるじゃん。あそこよりも、中の2回こう落ちて、上がって落ちてっていうのが、こうウィンウィンウィンみたいなね、そこが一番怖かった、個人的には。最後の公開処刑みたいなあるじゃん、あそこよりは、あそこは楽しかったですね。でね、ディズニーホテル、まあ、今回東京ディズニーランドホテルだったんですけども、美女と野獣の部屋だったんですけど、めっちゃ良かった。もうほんと魔法にかかったような感じなんですよ。全部寝て覚めてよ、ディズニーだよ。いやほんとね、もうずっと昔から本当にもう行きたかったのが、やっと長年の夢が叶ったんですけども、今回ね、泊まって思ったこと、また泊まりたいですね。もうそれしかない。それが素晴らしいよね、ディズニーは。ということで最後まで見てくれてありがとう。今日も一日頑張るぞい。では次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビーン。夢が叶う場所、東京ディズニーランド。